ちは。こんにちは。はい。さあ、あの以前の動画でも豊さんがこう以前、まあ、現役の時に見てきた数々のレジェンドたちいうのをこうちょっと紹介する動画もありました、うん、今日はちょっと落合さん、落合博満さんについて豊さんちょっと語っていただきたいなと。どっから語っていいのかね。まあ、落合さんは現役の時もすごいです。もちろん監督になっても中日を優勝させてるっていうのがあるので、まあ、独特な雰囲気を持った人だったよね。まず、落合さんは、社会人のから来てるんですよね、うん、でそこから最初、ロッテ、ね、うん、はい、まあ、ロッテ時代っていうのをさ、はい、ああ落合さんが出てきたっていう、うん、いきなりね、後半から上がって、はい、ホームランパカパカ打ったなっていう、うん、まあ、それは印象しかないんだけど、はい、で中日行った時だよね、はい、印象残ってるのは、で俺らビジターで行くじゃない、はい、でちょうどこう落合さんが打ってる時間帯に俺らが入っていくんだよね、はい、グラウンドに、もう本当に遅いボールしか打たない。もうね、バッピーは、はい、バッティングピッチャーは普通に投げたいわけよ、うん、はい、普通に投げなきゃおかしくなるんだよ、はい、だけど落合さんはもうね、本当にこういう感じのふわーっとした球をフリーバッティングで、落合さんがフリーバッティングで速い球を打ってるっていうのは、はい、キャンプぐらいしかないんじゃないかな。え、まあ、普通のボールを打ってるっていう、はい、もう公式戦入ったらふわーっとしたボールしか投げ打たないの。それをスタンドに入れるんだよ、はい、そのふわっとしたボールを力で、もうゆっくりタイミングを取って、だから間をすごく大事にする人だったからさ、こういう打つ間を、はい、でそれを上からパーンと叩いて、こういうボールの回転を与えて、スーッと落ちないボール、はい、なかなか上がったら落ちないボールを打ってるフリーバッティング。でね、俺なんかこうなんていうの、その調子悪くなったらコーチにも遅いボール打ってって、やっぱこう間を作るためにね、うん、落合さんずっとそれをやってるんだけど、俺たまにやられると嫌なんだよ。どんな打ちにくいんだよ。そうなんですね。逆にそうなんですね。でも落合さんそれをなんかこう根気よくこうバーンバーンと打ってんだよね。でもそのいわゆる間が打席に立った時に速いボール来てもいけるっていうことですか。いや、だから間をスッと作るんだ。はあ、独特な練習方法ですか。まあ独特だから今まで、まあ、遅いボールをね、調子の悪い時に打つっていう人がいたけども、はい、常にそれをやってる人っていうのは、はい、それはなかなかいなかったね。そうですよね。ああ、で実際、まあ、対戦も実際にされてると思うんですけれども、うんうん、落合さんって打席に立った時って豊さん守ってる側から見てどんな感じなんですか。まずセカンド守ってたら、はい、打ってこないと思ってたら、こっち、いや、まず打ってこないんだよセカンドには。打ってくるとしたら 1,2 塁間だから。あ、そうなんですね。だからヒットコースしか来ないと思ってたから、はい、でもこっち寄ったらこっち打ってくるからさ、あの人。あ、そうなんですね。でもセカンドの方向はあんまり狙ってなかった、うん、まあ狙ってないっていうよりも、うん、ほとんどゴロ来ないから、全部バーンってフライだから、だから落合さんがだったら楽だったよ、うん、セカンドが絶対取ってこないだろうなと思う。じゃあほとんどセカンドで取った記憶ってあんまりないですか、落合さんの来た。いや、記憶はない。でもまあな、いくつかはさばいてると思うよ、はい、いくつかはさばいてると思うけども、やっぱ守ってて、うん、セカンドゴロなんか打つ人じゃないなと思ってたからまあそうですよね。そうフライとか、まあ、長打というか、そうイメージですもんね、うん。豊さんがじゃあ見たその落合さんの凄さ、そのバッターとしての凄さっていうのはどこなんですか。やっぱ独特なのがさ、はい、リストが強いよ。リスト、うんうん、でこんなこう引きつけても、はい、バーンともうライトに持っていけるから。オールスターの時、清原が、はい、まあ俺らセ・リーグで、はい、中日落合さんがいて、うん、清原が入ってきた時に清原ホームラン競争出てきたんだよ、はい、でパカーンパカーンと打ってたんだよ。そしたら落合さんが「清あっち」って言ったんだよ、はい、右方向打ってみろって、うん、空振りしたんだよ、はい、そしたら落合さんが一言、うん、ああまだまだだなって。もうほんすごい。やっぱり落合さんクラスになると、はい、ホームラン競争でも
引っ張るんだったら引っ張る、流すんだったら流すでできた人だからさ、もうバットコントロールが自在だったし、はい、でキャンプの時なんかはさ、カーブマシンを体に当たるようにして、はい、パーンって打ってたからね。これ誰にも見せてないんだけど、はい、落合さん、人に見せるの嫌うから、はい、努力を、うん、ね、こういうカーブを正面に当たるような感じでパーンとさばいてたって、当たらなかったら自分に当たるんだよ。そうですよね。いやだからそのぐらいやっぱ真剣というかさ、だって怪我するから、チップしてパーってきたらさ、怪我ですよね。怪我だね。怪我じゃ済まないよね。もう出られないとか出る可能性があるけど、はい、やっぱそのぐらいこうバッティングに関して、はい、なんていうの、突き詰めた人だよね。すごいんですね。私なかなかその現役の頃っていうのはあんまり見てなかったので、落合さんはやっぱりその監督になってからの方なんですけど、で落合さんその後中日、それで巨人に来るじゃないですか、うん、で初めてあれですよね、年俸の時に代理人を入れた方、ああまあ調停行った人だよね、はい、っていうのもあったりとか、ね、そのそういう意味でもそこら辺は どういう感じの方だったんですか。いやだから自分の考えをしっかり持ってる人だよね。例えばその名球会に入った時でもさ、俺名球会に入るために野球やってるわけじゃない、うん、俺は入りませんと、はい、いうようなことを言ったりだとかさ、ね、いやその自分のやっぱこうスタイルと自分の考えを持ってる人だから、中日でも6金1球だったんだよ、はい、キャンプが、うん、普通4金1球なんだけどさ、なんでなんですかって言ったら、だって試合シーズン6連戦ばっかりじゃないって、はい、なんでキャンプが4緊急なのっていう考え方の人なんだよ、はい、だから自分のペースでやっぱあの人はできたし、はい、自分の考えで練習も立てられたし、はい、だから人に頼ったことっていうのはまずないと思う。あ、だから自分が例えばスランプとかそうなったとしても自分で解決方法を見出して、いやもうね、スランプなんか感じないから、落合さん。そうなんですか。いや普通さ、スランプになって打てなかったらさ、はい、悩んでる姿だとかさ、うんうんうん、少し人間って見えてくるものがあるじゃない、はい、あ悪いなってとか、うん、絶対見せなかった。全く人に見せないんですね。心が動かない。強っ。いや強いんだよ。だから俺あの中日であれだけ打てないのに優勝できたんだと思う、はい。あまあ、ピッチャーで打ち、まあ、ピッチャー良かったし、はい、外野の守備とか、はい、守備力は高かったよね、うん、洗い場がいて、はい、でも打てないんだよ、うんね、でもメンバー変えないんだよ、はい、もう変えた方がいい、いじった方がいいんじゃないかとか周りがうるさく言うけど、落合さんガンとして動かない、ま、で聞いたことあるんです、はい、これ打順を入れ替えって落合さん考えないんですかって監督の時にね聞いたら、この頃は数字持ってるって言うんだよ、うん、数字持ってるっていうのは1シーズン働いたらバタバタしなくてもこの数字まで上げてくる力があるって、まあ、例えば3割バッターが2割7割しか打ってなくても最後には3割持ってくるって、うん、だからそういう数字を2割8分だったら2割8分を持ってるって、うん、だから持ってるからバタバタすんな豊かって、いや僕はバタバタしませんよ俺は聞いてるだけだからってああそうやなとかいう話をしてたんだけど、だからまあ見ててこれでよく我慢できるなと思いながらも我慢して優勝するとかさ、ですよね。あとやっぱりそのチーム自体も9月こうバタバタ落ちていく中での9月に中日がやっぱり強いっていうのもイメージとは、だからシーズン持っていくからさ、それと批判にさらされても平気な人だったね、うん、それが勝てばいいっていう、はい、だからその山井がさノイットノーランがやってて、はい、最後湯浅に変えたでしょ、はい、ね、あれも裏話はもう限界だったんだよ、うん、山井が、はい、もう豆が潰れて、うん、ね、でもあの人は優勝するために山井を変えて個人の記録は一切関係なく岩瀬を投入した。それは岩瀬が1年間このチームの柱として最後を締めてくれた、はい、ね、だから山井にも確認をしたダメかって、ね、見せてみる、うん、ね、それで岩瀬を持ってきた、はい、
それがなんだよってノーヒットランナーやっててって言われても落合さんは言い訳はしやない。そうですね、うん、まあ、勝手な人ではあるけどね。まあ、逆、裏を返せば、裏を返せば、団体競技に向いてるか向いてないかって言ったら完全に向いてない人なんだけどさ。そうでしょうね、うん、だけど、うん、やっぱりこう残した功績っていうのはやっぱすごいものがあるしね。そうですよね、うん、でもそれはやっぱり人に寄り添ってっていうようなことをしてたらあの成績は残らないと思う。それは落合さんも分かってたんだと思う。だから自分に厳しく他人にも厳しくっていうか、はい、してたんだと思うけどね。そうですよ。だから現役でもなんか一匹狼じゃないですけど、なんかそんなイメージが。一匹狼どころじゃないよ。どころじゃない。もう狼の中の狼。怖い。いやいや。孤独の中で、うん、でも戦い続けたってことですかね。そうだな。だからその意志は意志を貫くというか、うん、それにはすごくこう勉強させられるものはあったね。そうですね、うん、また監督とかで戻ってこないんですかね、落合さん。どうなんですか、ね、どうなんだろうね、うん、その辺もしかして来てももう断ってるのかもしれないですし、ね、うんうん、奥さんの助言もあるのかもしれないし、信子さんのそこは触れない。あ、そこ